イズミル県はトルコ共和国、エーゲ海地方にある県。エーゲ海を西に望み、エーゲ海沿岸の東端に位置している。面積は1万1973平方キロメートル、人口は432万519人であり、トルコで3番目に人口が多い。県庁所在地はイズミル市。北にバルケスイル県、東にマニサ県。 南にアイドゥン県と接している。県番号は35であり、トルコのナンバープレート番号も35とされる。この地域は、紀元前11世紀のヨーニアギリシャ人によって、スミルナ市として設置された。もともと古代ギリシャ帝国の一部であり、その後ペルシャ人に征服され、さらに後にローマ帝国によって奪還された。ローマ帝国の解体後は、 ビサンチン帝国がこの地を征服し、さらにその後オスマン帝国に征服されることになる。第一次世界大戦でオスマン帝国は敗戦し、この件はギリシャに割上されることになったが、トルコ独立戦争時にケマルアタチュルクの率いる軍によってギリシャから取り戻された。結果として、ローザンヌ条約で全てのトルコ人を及びムスリム以外の人間がこの件から追放され、イズミル剣は トルコ共和国に編入されたのである。この県には28の市町村がある。ありがとうございます。